この問題はね、14年度の問題なんですけどね、やり方いっぱいありますわ。はい、もうほんまに <laughs>、組み合わせしたらね、4つや5つはね、あるか,あるかと思いますんどね、えー、断面積がですね、10センチ平方の環状の鉄紙にですね、600回巻いてるわけですね。これに4アンペアを流したときですね、 えー、鉄心のお中に発生した磁束の磁束密度はですね、えー、0.2テスラやったと、えー、この時のですね、えー、インダクタンスですね自己インダクタンスは、えー、いくらですかとこういうことですな、はい、あのやり方はね公式はいっぱいあると思いますけどまあこれが一番簡単じゃないかなと思いましてね、えー、やってみました磁束、えー、密度はですね磁束、えー、をですね、えー、面積で割ったもんやと。 それからあの B イコール μH もありますけどねこれでもできますわこれね、えー、L は消えるような公式になりますんでねはい、えー、それでこの式をですね変形いたしました、えー、ファイイコール BS ですねこれ一式にしましてねそれから次はですね E イコール l かけ d t 分の DI イコール n ×け えー、dt dφ 分の D ファイですね、えー、これを2式にしましてねでこの2式を L イコールに変形しました、はい、そうしますとこれはですね、えー、i 分の n ファイということになりましてこれを3式にしましてね、えー、で3式に1式を代入した式ですね、えー、をこれ計算数式を入れてね計算しました、えー、分母は4ですねそれからあ分子が6 0 0かけ で 10×10、えー、10のマイナス4乗ですね。あのセンチ平方で与えられておりますんでね。これを平方メーターに変換しますので、えー、10のマイナス4乗をかけましたということですね。はいこれでですね次ですね指数に変えてですね計算楽にします。えー、割り算下手くそなもんですからね。えー、で600は 6×10 の2乗0.2をですね 2×10 のマイナス1乗ですね。 それから10かけ10のマイナス4乗を10のマイナス3乗に変形します。はい。そうしますとですね、えー、まずはですね、えー、分子の6と2かけて12ですな。それからあの分母の4を置きましてね。それからあ指数の計算しますとお2、えー、2乗ですね。それからマイナスの4乗ですから、えー、これは10のマイナス2乗になります。 から4分の12が3になりますんでね、えー、3×10 のマイナス2乗でねここで30ミリヘンリーってすぐ出るんですけどねしかしまあそれをちょっと一遍ねどないして機械的にできるかいうのをねやってみました3いうのは 3×1 ですわなはいそうするとこの1いうのは10の0乗えー、何でもかめへん0乗は1になりますねでねこれ10の0乗にしましたそうすると えー、3×10 のプラス1乗と 10×10 10のですねマイナス1乗とこうなりますんで,でこれはですね、えー、10の、えー、1乗をですね3に引っ付けまして30にしますそれから10のマイナス1乗をですね、えー、10のマイナス2乗に引っ付けますとこれ10のマイナス3乗になりますんでねこれ読め変えるとミリになりますんで、ね、それで、えー、30ミリ変理になりますよと、えー、長くなりましたけど。 こういうやり方でやっております。